皆様ごきげんよう、ヒロモンです。この動画では新イベントモンスターズパニックのメモリア評価をしていきたいと思います。皆様、今回から実装された超覚醒はいかがですか？僕は割と好きな感じではあるんですけどね。単純に該当役割が増えてくれたので、外れが出にくいっていうのはありますよね。特に前衛は通常か特殊かを選べるわけですので、今後イベントごとに超覚醒が入ってくるのであれば、常にどちらも3分の2は当たりっていうことになるわけですから、ガチャ満足度は高くなると思っております。光栄は対通か対得が汎用的になることはなかったですが、支援妨害は対戦相手や味方の持ち札によって微調整していくものですので、細かいチューニングがしやすくなるっていう点がかなり幅が広がっていいかなっていうのが僕の個人的な感想です。今回はそんな超覚醒メモリアを含む3種の性能評価をしていきますので、現状引くかどうか迷われている方はぜひ参考にしてみてください。すでに引かれている方や有識者の方も、僕の考えで賛成反対とご意見ご感想ございましたらコメントいただけますと幸いです。またこのチャンネルではラズバレ攻略動画やライブ配信だけでなく、舞台や原作などのアサルトリーリープロジェクト全体を盛り上げるために動画を制作しております。将来的にメタバース上にアサルトリリーの世界観を具現化することを目的としまして、ラスバレ舞台のことで盛り上がれる場や、クリエイターさんが活躍できる基盤を作る場として、ディスコードも運営しております。アサルトリリーが好きな方は楽しんでいただけるチャンネルかと思いますので、この動画が面白いと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてディスコードのご参加などしていただけますと嬉しく思います。ディスコードのリンクは概要欄に貼っておきます。ということで、本編の方行ってみましょう。はい、それではメモリア解説をしていきます。評価ポイントはこちら。レギオンスキルの前衛は B スキルが 0.5、 C スキルが 1、 D スキルは 1.5 です。後衛は上乗せで考えます。 B スキルはプラマイ0、 C スキルはプラス 0.5、 D スキルはプラス1です。効果量アップ系スキルは 0.5 から 0.75 になります。効果量が小アップやダウン以下のものは 0.75、 大アップや大ダウンは1となります。支援アップ、ダメージ量アップ、回復量アップの補助スキルは評価点1、複数補助スキルがあるものは役割にマッチしてれば評価点 1.5、 これら以外の補助スキルは 0.5、 レジェンダリースキルは 1.5 と計算します。その他付加価値があるようなものはプラス 0.5 して考えていきます。この上で評価点5以上取れているものは全人類欲しい SSS ランク、評価点 4.5 以上は課金してでも欲しい SS ランク、評価点4は無凸でも欲しい S ランクとします。 3.5 は1凸以上限界突破できるなら欲しい A ランクですね。評価点3は貫凸できるなら欲しい B ランク、評価点 2.5 は基本的にスルーで大丈夫です、 C ランクとなります。ただ条件付きでは貫凸できるなら引くのはありっていうレベルですね。評価点2は無条件でスルーとなり D ランク評価です。ただし強化したい属性や役割、スキル効果だった場合はプラス 0.5 して考えてみてください。例えば最後水属性編成使うから今回はプラス 0.5、 攻撃妨害や防御妨害札が少ないから補充したいプラス 0.5 みたいな感じですね。ジュエル目安は A ランクから C ランクは天井分が確保できていないのであればスルー推奨、 S ランクもメモリアメダルがないならスルー推奨、 SS ランク以上は何としてでも手に入れるっていう方針でいるといいかと思います。 A ランクも B ランクも天井分ジュエルが必要なら A ランクの1凸以上っていうの意味なくないと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、スルーするタイミングが一緒なだけで、 B ランクはほぼほぼ165連必須で A ランクは早い段階で撤退できますので、ジュエルを残せる可能性があるっていうところが大きな違いです。それではここからはメモリア評価をしていきます。まずは通常からですね。優美な魔女に魅せられて、コスト22です。スキルは B ですので 0.5 に、ダウン表記なのでそれぞれ 0.75 の 1.5、 補助スキルはそれ以外に該当しますので 0.5 となっております。これらを合計しますと評価点 2.5 ですので C ランク、基本的にはスルー推奨です。ただし水属性を強化したい方は評価点3の B ランク、貫凸できるなら引くっていうのもいいかと思います。といっても現状通常は風か炎を後半使っていくレギオン様が多いかと思いますので、評価が上がる人は少ないかもしれないですけどね。続いては特殊です。スキルは B ですので 0.5、 アップ表記なので 0.75、
条件付きではありますが、スキルでのダメージ量アップは強いので 0.75、 補助スキルはそれ以外ですので 0.5。 そして特殊レギオン様は水属性編成でいる時間が一番長いかと思いますので、その他の要因に含まれプラス 0.5 です。これらをトータルしますと評価点3の B ランク、貫突できるなら引いてもいいっていう結果になりました。貫突した場合はかなりステータス高いですからね。天井分ジュエルある方はガンガンいっちゃいましょう。続いては支援です。スキルは B ですので付加価値はございません。効果量は大アップですのでそれぞれ1、補助スキルは複数ありますので 1.5、 トータルしますと 3.5 の A ランク、1つ以上なら引いてもいいっていうことになります。補助スキルは強く、貫突していないと入れられないかといったらそうではないので、 A ランクとするのが落としどころとしてはいいのではないかと考えます。続いては妨害です。 B スキルで付加価値なしの大アップ表記で1、効果量アップですので 0.5、 それ以外の補助スキルなので 0.5。 今回は防御ダウンメモリアでそこまで札自体が種類あるわけではないので、水属性が付加価値となりプラス 0.5 とします。2.5 の C ランク、スルー推奨となっております。ただし防御妨害札は希少ですので、防御妨害をしっかりと入れていきたい方はステータスもかなり高いですので B ランク、貫突できるなら引くのはありかと思いますが、せめてここが C スキルだったら良かったんですけどね。防御妨害が戦略の一部ではなく主軸になっている方は引く、そうじゃないならスルーするのがいいかと思います。ここまでが優美な魔女に見せられてのメモリア評価ですね。続いては灰夜妖艶のメモリアを見ていきましょう。前衛です。先に結論から言いますと D ランクです。レギオンマッチ目線では引く必要はありませんね。と言いますのも、レギオンマッチの火力はインフレがめちゃめちゃ進むのが早く、 A スキルというのは1体にしか対象にならないので、前衛後衛に関わらず A スキルが来た時点でどんなスキルを持っていたとしてもスルー推奨となっております。初心者の段階だと戦力的に A スキルも入れざるを得ない状況にはなるんですけど、わざわざ新しく A スキルを引きに行く必要はないかなっていうふうに思っております。ただ初心者の方はまだソロがメインになっているかと思いますので、もしまだ円環の御手を持っていない、普段特殊役割をやっている方なんかはここで藤野様は手に入れておきたいところですので、かなり優先度は高くなります。メモリアメダルが400枚ある方は衣装だけ交換しておくのがおすすめですが、メダルがない方は引きに行った方がいいと思います。ただし冒頭でも言った通り、天井分のジュエルのない方はどちらにしてもスルーするしかないですけどね。次に後衛スキルです。こちらはダイアップ表記なのでそれぞれ1ずつの2、補助スキルはそれ以外の 0.5、 トータルすると 2.5 の C ランクですので基本的にはスルーで大丈夫ですが、特殊レギオンなのに炎属性攻撃力ダウンが全然揃っていないレギオン様はとりあえず確保しておくのはありかと思いますので、その場合は B ランク、貫突できるなら引いて OK っていうことになります。昨今やはり属性バフデバフがどれだけ詰めるかで勝敗を大きく左右される傾向がございますので、たとえ片方だけ、つまり今回の場合ですと SP アタックと炎攻撃力は下げるわけですが、相手が通常だったとしてもこのメモリアを採用した方がいいケースもあります。単純にチームとして炎属性攻撃デバフが足りない時ですね。チームでの属性デバフは最低でも12枚、本当は15枚くらいは欲しいですので、そこの基準が満たされていないレギオン様は引くのはありかもしれませんが、現状ですとアタックダウンプラス炎攻撃ダウンの水メモリアが4種ありまして、さらにドリーミングアイドルの楓さんは SP アタックダウンプラス炎攻撃ダウンですが、水属性発動中は2体確定になるので対通常だったとしても雑に入れやすいっていうのもあって、割と炎攻撃ダウンが潤沢にありますので、例えばこちらが全く炎攻撃ダウンを持っていなかったとしても、こちらが特殊レギオンと分かった時点で勝手にお相手が最後炎を持ってくるのを避けてくれる傾向にありますので、まあわざわざは取らなくていいかなとはやはり思いますね。ただディビジョン2からディビジョン1のトップ300くらいで普段戦われている方は札が潤沢に揃っているレギオン様もそんなに多くはないと思います。おそらくまだまだ炎属性を最後に持ってくる通常レギオン様が多いかと思いますので、炎攻撃ダウン札が足りない方は B ランクにはしておいた方がいいっていうのがこのメモリアの評価ですかね。最後は回復メモリアでもありレジェンダリーメモリアで、ホームページ陣形になること間違いない天使スズメのメモリアを見ていきます。メモリア名はけなげ×恥じらいイコール鼻血ですね。このメモリアは強いことしか書かれてないですね。絶対スズメびいきでしょう。
運営さんの中にスズメ好きな人がいるなってくらいのもてはやしぶりですが、紹介していきますね。まず今回 D スキルなのでプラス1、超アップは 0.75 でそれぞれ計算しますが、ダブルガードアップは片方しか影響されないことも多いので1種類と考え、そのまま 0.75、 そして効果量アップがついていますので 0.5、 補助スキルの回復量アップは1、レジェンダリースキルは 1.5 ですので、これらをトータルすると 4.75。 さらに特殊の方は水属性の時間が長く、レジェンダリースキルは水属性メモリアに対して永続的に効果が反映されますので、特殊レギオン様にめちゃめちゃ相性がいい形となっております。特殊レギオンの回復の方はプラス 0.5 してもらって 5.25、 つまり SSS ランク、全人類所持必須の超人権メモリアです。どんな手段を使ってでも獲得していきましょう。通常の方は最後に水を持ってくるレギオン様は特殊と同じく SSS ですが、それ以外の方は SS ランク、派遣してでも取りに行った方がよく、さらに貫突までできればさせていきたいですよね。スキル自体は超強力なので、通常レギオン様であっても相手が特殊でも通常でも汎用的に使っているのも優秀すぎますので、絶対ゲットしていきましょう。スズメ推しの回復の方は泣いて喜んでますよね、きっと。おめでとうございます。以上、ハロウィンパニックのメモリア評価をしてきましたが、動画の内容いかがだったでしょうか。前回からまた評価基準をもっと細かく設定しましたので、より洗練された評価ができたのではないかと感じております。もしここの評価もっと上じゃないとか下じゃないみたいなご意見ご感想等ございましたら、コメントいただけますと幸いです。またスズメのメモリアのけなげ×恥じらいの方程式が解ける方おられましたら、それも合わせてコメントくれますと嬉しく思います。ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画や配信でお会いしましょう。それでは皆様ごきげんよう。